今朝の県内は今シーズン一番の冷え込みになったところもあり、紅葉の色づきも進んでいます。佐久穂町と神戸町にまたがる白駒の池は、例年より1週間ほど遅れて紅葉が見頃を迎えました。ドウダンツツジの赤やダケカンバの黄色で、湖畔はすっかり秋の光景です。一気に来たような感じで結構綺麗です。朝のこの澄んだ空気と相まって普段のその紅葉よりなんかこう本当に美しいっていう実感が湧いてきます最低気温は上田市菅平でマイナス 0.3 度と氷点下となったほか、松本 7.5 度、長野 8.1 度など30の観測地点のうち9地点で今シーズン最も寒くなりました。白駒の池の紅葉は来週半ばまで楽しめそうです。